よし、今回のゲストは九州からだ。長須タクシーの中島社長。え、マジで中島社長に会えるの？うわ、龍が如く5の時にね、桐生さんタクシーの運転手さんやってたんだけど。しばらく世話になったって話だと。いい人なんだよ、中島社長。中島社長といえば10年前、俺が九州にいた頃拾ってくれた人だ。あの人には別れ際まで偽名で通しまったが、それを知っても俺を最後まで、うんぬんかんぬん。まさか覚えてないなんて言わねえよな。せっかく連絡つけてこっち呼んだのに。そこまでしてくれたんだ。ありがとうね。俺はそこまで恩知らずじゃない。いや、すげえ世話になったよな、中島社長には。もう二度と会えないだろうと思ってた。仇の人で、あれだけ長く一緒に過ごしたのは、俺にとって、中島社長ぐらいか。でも中島社長には鈴木太一で通してたからさ、当時も。あの頃も過去を捨てようとして偽名を使ってたんだよな。鈴木太一。ってことは中島社長には普通に会っちゃっていいんじゃない？今も昔も苦労の絶えねえことだ。だって鈴木太一なんだもんね、中島社長の中では。社長とは電話でどんな感じだった？もういい年のはずだ。10年経ってんだもんな。元気なのか？龍が如く5から10年か。どうかな。そいつはお前の目で確かめてみろ。ん？もしかしてどこか悪いのか？いや、ちょっとそれは心配だな。なんだよ、伊達さん、逃げ切らねえな。え、ちょっとやだな、心配だな。ああ、もうそげに飲めんちゃ。まいったな、もう。全く変わってねえじゃねえか。そんな。このスケベじじい。今日はおごられに来たんでしょ。それは相場って。あ、そういや。伊達さんがまだ来とらんね。どげしたちゃろか。恐ろしく元気じゃねえか。なんかはめられとる。ぼったくられたりせんやろね。大丈夫、ちゃんと伊達さんから話は聞いてます。あの人は本物の刑事さんなんだから。いいでしょう、中島社長のコテコテな博多弁。さっきの思わせぶりな言い方は何だったんだよ。何だったんだよ、伊達さん。見ての通り元気なもんだよ。ちょっとでも再会のありがたみが出るかと思ってな。演出すんじゃねえよ。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが、相変わらず社長として頑張ってるらしい。ああ、よかったよかった。よかった。何よりだ。だな。けど、伊達さんは中島社長と面識がないよな。いや、そのはずだよね。わざわざ九州からどうやって来させたんだ。それはまあ警視庁の職権を乱用してさ。いや、乱用するなよ。あんたんとこの元従業員鈴木太一の件で話が聞きたいなんつってな。ああ、警察の呼び出しとあらば来るしかないもんな。ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから電話で済む話じゃない。ついては横浜までお越し願えないか、うんぬんと。なんだか急にうさんくさい話に聞こえてきたぜ。そんなんでよく社長も来てくれたな。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。この店の飲み代も俺持ちなんだぜ。バリね、伊達さん、いつも。そんな怖い顔すんなよ。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。俺のために変な嘘までつかせちまった。いや、本当に何でもかんでもすまねえな。いつも言ってんだろ。これは俺が好きでやってることだ。気にすんな。優しすぎるよ、伊達さん。あの人は俺に言ってくれたんだ。何があっても社員として。ああ、言ってくれたね。戻って金さいとかね、言ってくれたね。手を差し伸べてくれた。なのに。何の例も言えてね。いいんじゃねえの、続き太一なんだから。じゃあそいつを伝えるのが今日の俺の役目。あ、中島社長にも会っちゃダメなんだ。ずっと偽名で通してたからさ、桐生一馬とは知らないはずなんだけど。楽しかねえ。もう横浜に引っ越しましよっかね。あ、いいな、中島社長元気そうで。そしたら毎日うちまで通えるね。絶対待ってる。お店のお姉さんもお上手だね。そげんこつしたら、おいはすぐ挟んばい。うん？
はじめまして、中島社長、私が伊達です。楽しんでいただけてますか？ああ、いやいや、すまんこってす。俺としたことがつい夢中になってしまうて。こんなコテコテなもん、博多弁って。刑事さんと待ち合わせやったばい。そう、固く並んでください。こちらこそわざわざ遠くまでお運びいただいて。悪いね、中島社長も。構いませんか？もちろん、当たり前だ。すごいな、現代のグラフィックの中島社長見れるとはな。いやバッテン、また鈴木さんの名前は聞くことになるとは思わんやったばい。ただ、電話でも言った通り、俺が鈴木さんを最後に見たとはもう10年も前で、あれから一度も会ってねえもんな。当然、話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を離れて個人的な付き合いがあったんです。それであいつを知ってる人と無性に飲みたくて、社長に迷惑なことは承知の上です。あ、いやいや、よかよか。交通費も出してもろとるし。結構かかったんじゃない、交通費。俺も鈴木さんについては同じ思い。本当に可愛がってくれてたもんね、中島社長。妙に記憶に残る素言男やった。ほんで鈴木さんはそのなんか事件でも起こしたんやろうか。もしかして逮捕ばされるとやろうか。まあ、無所にはぶち込まれたりしてましたけどね。あ、いや、逮捕って。鈴木はもう何年も前に死んでますから。あ、そういうことにするわけだ、中島社長にも。そうやったとですか。知らなかったんですか。知らんです、知らんです。俺は全然。そうですか。鈴木さんが素言骨。いや、結構ショックだろうな、社長。信じられん。仕事一筋の真面目な人やったとに。なんか少し話が噛み合ってないかな。ん？一応確認ですが、社長、これご存知ですよね。鈴木太一っていう名前が偽名だったことは。偽名？ん？いや、そげのはずなかでしょう。あれ？まさか、アホなこと言わんでください。いや、あれ？妙だな、俺は東上会の極道だったことも、偽名を名乗っていたことも社長に伝えたった。中島社長、俺と話したことを忘れちまったのか。あの、でしたら落ち着いて聞いてください。鈴木太一というのは偽名だったんです。あいつの本当の名前は、桐生一馬。東上界で堂島の竜と呼ばれていた極道でした。この話しなければマジで普通に会えたんじゃない？鈴木さんが？嘘でしょ。なんかの間違いでしょ。あ、もしかしたら俺の言う鈴木さんと伊達さんの言う鈴木さんは別人やなかろうか。ああ、その線もあるかもしれないね。なるほど、そうきましたか。そういうことならこの写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。うん、こいつが桐生一馬です。別にその写真じゃなくてもよかったんじゃねえの。この映像が流れた後、無所に入り、そして広島で命を落としました。龍が如く5の後にね、無所入ってたからね。やっぱ、俺の知っとる鈴木さんとは別人のことあるですね。え？は？なんだって？どういうことだこりゃ。中島社長、どうやら俺のことを知らないふりする気でいるらしいな。いや、確かに俺と関わっていたと警察に知らせていいことは何もない。会社の社長って責任のある立場を考えればなおさらだ。どうも俺ははっきりあんたの話はちゃんと確かめてから来るべきやったとです。人違いと知っとったらこげんとこまで旅費を出させることはなかったとに。いや、待ってください、社長。なんでです？え？あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確かなんです。あんたはなんで桐生を知らないふりするんです？知らんふりもなんも別の人や。会社の社長としてじゃなくて、なんか別の理由がありそうだな。俺の早とちりでした。ここの飲み代は俺が出しますけん。もうこれで。いや、待ってください。
もうよか。俺は帰りますけ。話してくれんね。どうしたんです急に。どうもせんて。しつこかね。待ってください。おい、待つんだ社長。いや、なんか意図がありそうだよな、これ。なんで、所言、大声ば出して。もう社長が行かせてくれたってさ、クソ、どうやって伝えりゃいいんだ。あんたのその逃げ腰な態度、そうか、なんとなく分かってきましたよ。なんだ、刑事立て。なんが。最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに、横浜を観光しようって腹積もりだったんでしょ。でも俺が察するに、きっと社長は最近こいつを見たんじゃないですかね。ん？ね、それは。ああ。この動画が出回ったことで状況は変わった。生きてるんじゃんってなったのか。桐生一馬が生きていると、ネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。鈴木さん生きとるばいってなったわけだ。知らんです。俺はそんな。どういうことなんだ。もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、あんたとしては余計なことを警察に言いたくない。たとえ過去の些細な話でも、それがあいつにとって何か不利な状況になりかねないんです。桐生さんのために黙ってようとしてんだ。平たく言えば、仲間のことは警察に売れないって話だ。ああ、そういう人だよな、中島社長は。横浜まで来て突然俺と会うのをキャンセルしても妙な疑いを残す。だからあんたは桐生一馬に対して知らないふりをしようとしているんだ。これが中島社長の男気か。違う、俺は素言骨。いや、でもそういう人だよな、この人。あんたにしてみれば、俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。桐生さん守るために一生懸命やってんだ。人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。でもね、中島社長、それは誤解なんですよ。え？警察は警視庁も福岡県警も桐生が流すタクシーに在籍してたことを掴んでません。今まで一度でも警察からあいつについて何か問い合わせがありましたか。桐生さんとダチだから知ってる情報なんだよな。桐生とあんたの関係も俺しか知りません。なぜかといえば、この情報は全部俺が桐生本人の口から聞いたからですよ。あなたと福岡で初めて会った時の話も聞きました。あいつは町で絡まれてた女性を助けたが、その後自分はチンピラに殴らせるままにしてた。当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況で、行くあてもなく自暴自棄になってたんです。いや、そんな話だったね。そこへあなたが声をかけたんでしたよね。そしてタクシーの運転手として雇ってくれた。拾ってくれた人なんですよ。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。警察の事情聴取でここまで話すと思いますか。俺は桐生の口から直接この話を聞いたんですよ。向こうはどう思っていたか知りませんが、俺としてはあいつを親友だと考えています。なんかだってさ、おい、二重のエモじゃねえかこんなの。そういうことやったとですか。どうやらあんたんこつは信用してんよさそうばい。じゃあ少しだけ時計の針を戻しませんか。初めからやり直しましょう。二人とも渋いぜ。伊達さんも社長も。さすがベテランの刑事なんだな。伊達さんは瞬時に相手の状況を見て、今回ばかりは素直に感心するしかない。早いな。テキストの送りが。本当の名前が桐生一馬ちゅんは、テレビのニュースで知ったとです。あん人がうちから去って、そのしばらく後、神室町で大勢の極道と、大乱闘場したっちゅうで。そうそう、ガンガンニュースになってたからね。これね。会社の仲間たちと一緒に面食ろうたばい。会社の奴らもいい奴が多かったよな。ただもんやないとは思うとった。ばって伝説の極道やなんち。まさかそこまでとはって思ったんだろうね。ここだけの話、うちの社員には、過去にやんちゃして
すねに傷持っとるもんも多か。社長も昔走り屋だったからね。俺もそん一人ばい。やけん、桐生さんの件は、わざわざ警察に届けるコツもなか。そげな風に示し合わせとったとこへ今度は、桐生一馬が広島で死んだっちゅうニュースが。ええ、さぞ驚かれたことでしょう。そりゃそうばい。ばってん、そんじゃ、さっきの動画はなんね。こりゃもうわけがわからん。伊達さんは知っとるんやね。結局桐生一馬は、鈴木さんは今も無事に生きとるとやね。社長にとっては鈴木さんだからな。伊達さん、俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。その下の根も乾かねえうちに嘘は言えねえ。だからノーコメントってことにさせてください。伊達さん、ノーコメント、そりゃ実質生きてるって言ってるようなもんじゃねえか。ダメですかね。なるほど。嬉しそう、社長。そん言葉だけで十分ばい。嬉しそうだな。鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手でよか男やね。あんたもだぜ社長。社長がそれを言える口ですか。嘘が下手なのはお互い様だ。それもそうやね。そんな社長だからでしょうか、ね、うわ渋いな、エモいな。使ってきてますよ。初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために九州へ流れていったところでした。桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。誰も知る者がいない土地で一人、言葉を交わす相手も頼れる人もいない。そこへ唯一手を差し伸べてくれたのが中島社長です。うん、そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。伊達さん。そげんですか。そんなら今でも俺からもアイストに伝えてほしいことが。ん？鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい。何があっても戻ってきいって、うん、そん言葉は今も生きとる。あ、もしも困っとるとなら、またいつでもうちに帰ってきたらよか。社長、いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか。こんな、伊達さんの口から伝えてくれんね。いや泣いちゃうよこんなの。はー、いや社長、俺大好きなんだよなこの人。熱い男なんですよ。渋い会話だったぜ。今日もありがとうな伊達さん。また一つやり残しを済ませることができたよ。中島社長に恩を感じてると伝えられた。それ以上できることはもうね。よせよ水くせ。ところでさっきは俺を親友って言ってくれたよね。おう、あ、いや、ダブルエモだったな。あれはその中島社長に信用してもらわなきゃならなかったからよ。照れるんじゃねえよ伊達さん。胸の奥まで染みる言葉だったよ。今の俺には特に心強かった。嬉しかったよな。もしよかったら取り消さないでくれるか。そうだな。最高だぜ。最高だぜ、この二人。なあ、ハグするか。
まだそこまで酔っちゃいねえよ。もうちょい深酒してからな。いいなぁ。なんかこの二人の絆ってやっぱり特別な感じあるよなぁ。